はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。まあ、こう並び使うのも最後ぐらいかな。わかんないけど。まあ、やっていきます。海竜がうざいな。初手ダイマのやつがめちゃくちゃめんどくさくて、ただ多分サンダー止めれないんじゃないかな、相手。だから海竜をうまく初手をいなして、なポリツーから入って、でサムサンダー置いて、これだと S はきついからドヒドか、まあランドロスって感じだと思うけどな。どっちがいいかな。まあでもポリヒトデってあげたいかな。禁電ルールの時からいたけどさ、初手ダイマの海竜がめちゃくちゃ鬱陶しい。あ、コケコはまあいいか。フィールド、ただ乗りして放電打ってるのがでかいのと、ボルチェンに対して放電叩き込めると、いいかな。恨みって、まあ、地面タイプいないしな。放電打ち得だね。挑発、壁かなってことは。挑発、両壁、怒りとかかな。海竜通されちゃうのがうざいけど。まあでもあれか。ダイマターン枯らせれば、裏の、サンダーで切り返し効くのと、ドヒドで壁ダイマターン両方潰しに行けるから。でかっでかっ。から元気で。リフレク貼られる前に、コーラスターンでかいな。前これ僕食らったからね。これで。死ぬパターン。しかも挑発解けたんだが。まあ、最悪から元気打って起点回避できること考えると。これで相手挑発かリフレクどっちかしかできなくなったね。ここで解けるにしても。オッケー。でっか。死ね。うる。で、これでポリツー。まあ、相手に光の壁が残っただけで、裏見れるから。まあ、海竜出てくるか。竜舞に対しては切り返し効かないけど、待ってきたら見てから大魔すればいいかな。放電で潰しとく話ある？いや、レイビーだな。そんな都合よくいかないから。ああ、竜舞、はい。で、こっち大魔切って対抗できるから、そんなに一方的に分が悪いわけじゃないんだよね。で、これで相手、ああ、待った、なんかやばいの持ってた。でも邪行でしょ？引くんだったらザゴになるから、ダイアイス切って、土俵で粘ろう。あられと合わせて。まあ相手もダイマ切るならここなんじゃないかな。羽で粘るのは通用しないし、これでいいと思うけどな。ただ相手 A プラ3だから耐えるかな。耐えるかな。こっちアタック、いや、アタック入れてもポリツ上から動かないしな。まあ、ウォール挟んで、アイスでどこまで行くかな。それ次第。ガチでそれ次第。こっから竜舞海竜に全破壊されるのだけ、弱点保険は、嫌だよ。マジで。ドラグーン、どんぐらい行く？半分は超えると思ってるけど。あ、強っ。海竜が強い。殺してくれ。壁があるからな。ああ、いいダメージ入るね。強っ。まあ、仕上がってるからな。これ、あられダメージで取れるから、おそらく。まあ、さすがにウォール。
ジェットハイ。ポリツこんな。これ次。ゴール通ってくんないかな。ドヒドイで切ってポリツ着地して、跳ねする間を与えない。あられターン足りる？あと2回は入るから、その方がいいか。で、裏をエスバー、ドヒドキ切っちゃうとそれがまずいか。ドヒドキ切っちゃうのそれがまずいな。こういう時ドヒドキでね、切りがあるといいんだけど。まあ、エスバーったらサンダーで頑張るしかないか。まあ、ドヒド引きだね。相手上から跳ね休めで良くなるから、多分勝ちを追いに行くならドヒドイデなんじゃないかな。で、エスバ以外に祈るけど、まあ、詰めルート的に、多分エスバかミミッキュでしょ？ラストがきついな。死ぬ。まあ、ひとまずこれで回流は取れるんだけど、いや、こういうダイマックスの切り方すると、でも相手こっちのラストが見えないでさ、その動きできるってなかなかじゃない？こっちのラスト、ランドロスとかだったら、どうしてんだって話だけど。で、これでチビになって、多分、霊美で安定なんじゃないか。羽あるかな？ジェット、ドラグーン、リュウマイ、地震か、ラスト。まあ、これで、11にはなるのと、サンダーまだ見せてないから。死ぬよね、あられで。オッケーオッケー。ラスト次第だね。まあ、暴風打つか、ミミッキュか。10万暴風でいけるくない？弾出し。なんでも耐えるから。最速取ってるから上から動くし。多分いけるいけるいける。いけると思ってる。S場だったらどうなんだろう。暴風当てれば勝ってたんかな。とりあえず、皮剥がして。最後のこういうダイマックス切った後のさ、ミミッキュって強いんだけどさ、なんかサイクルができなくなるから。5大敗。サイクルができなくなるから僕あんま好きじゃないんだけど。このターン5台飛んでくるから、羽でいいか？上から動いちゃうし、それしかないよな。多分、ジャレの命中不安嫌ったんだけど、ジャレかけだったらサンダー死んでた臭い気するけど。5台だから、まあ、影は耐えるか、ジャレだとしても。あれ威力一緒？おー来た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 。これがあれか。サンダーの、運ゲーか。これだったら羽押すんだけど。サンダーに特製パッチ使うとよかったー。影打ち、はい。耐える。玉舐めも稼げるね。じゃれかけでも多分、5台威力って 80？ シャトクロが70とかっけ？ミミキ最近使ってねえから、覚えてねえな。玉舐め入って死ぬとまずいんだけど、10万でいけるでしょ。この HP だよ。殺せる殺せる。オッケー。静電気サンダー最強。クソ楽しいわ、これ。GG。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やってきます。神剣重いからサンダー出したいけど、ボルトロスがめちゃくちゃ鬱陶しくて、ボルトロスきつ。でもランドロス投げてった方がいいか。こうだったら。ランドロスから入って、ポリツ殺せるウーラオスが欲しい。強打打てる展開作れれば。インファの方が通るかな。いずれにしてもウーラオスいた方がいいんだよね。で、ラストに、ヒードラの出番ないね。カバルの入りと全然当たんないから、ヒードラ役立たねえわ。サンダーかな。でもこれだったら神剣に行けば効くの。
ポリッツ。サンダーじゃないかな。受け駒持ってって、具体的に受け入れるあれがいないよな。ドヒドもそうだし。まあ、ポリッツでボルトロスにどうかっていうところあるけど、まあ、ランドロス投げてて上から突っ込める以上悪く、いやー、ポリッツのはいいか。隙見せないのはポリッツ、サンダー。いやーでもサンダーが多分通す。いや、ポリッツだな。まあ、海流とか考えても多分ポリッツ強いんだよね。ボルトから来た。ね、ボルチェンは少なくともさせないけど、雪崩で突っ込みたい話はあって、ただそれ考慮して相手引くんだったら、トンボをしないと多分、まずくなるかな。神剣引きとか。でも、いやー、剣舞はないからな。まあ、トンボがいいか。ポリツ引けるし。相手引いてるなら、ウラオス着地したいね。海流。これなら、まあ、ポリツかな。でも、海流出てくんだったら、雪崩でよかった話あるけどな、割と。丸助潰して、さあ、雪崩もう一回ぶち込めるから。まあ、ポリツだね。で、これでレイビー相手一貫してるから、多分、神剣もないかな。これ裏神剣やった、さすがに。このレイビーまずすぎる。残飯。それはまあうざいけど、弱歩じゃないの分かったのでかくて。まあ、ここでポリッツ投げてくるんだったら多分相手、勝てないよな。レイビーでいいな。竜舞されてもこっち大回るから。誰出てくる？ポリッツかな？ポリッツか。放電で早く麻痺引いて。で、相手だけ上がんのええ。アナライズか。きたー。8世代1不毛な対面。で、アナライズだから HD じゃないかなー。わかんないけど。まあ、こっちは 1.5 倍、相手 1.3 倍だから。いや、こっち遅いからね。生意気だし、性格。それでも上から動くか。取りる？普通にレイビー。これレイビーアイアンテール。空元気のやつだな。空元気、まあ、スチール打って強いけど、僕放電麻痺したいから、放電にしてます。オッケー。こっちのポリッツのヒットポイント管理しつつ、麻痺るタイミングか放電を、あ、違う、再戦のタイミングで、ウーラス着地したいんだよね。で、多分、強打打つと、相手のサイクル死ぬから。まあ、麻痺待ちかな。まあ、このまま行くと、TOD で最終ターンに相手が麻痺ると。まあ、ここ麻痺るのでか。まあ、殴られてもいいけど、できればここ再生をしてほしい。麻痺ってるし、早めに再生したいと思うんだよな。だから、ウロス着地すると相手まずい話はあるけど。OK。で、ここ、何でも多分一発耐え、大麻切られるんだって。ったら話変わってくるけど、強打打ちたいな。強打打ちたいな。強打打ちたいな。一体殺しに行くわ。麻痺るから最悪、強打で殺せる場合がある。まあ大麻切って対抗するにしてもそんなに通る技ない。のと、大魔切ってきたら、こっち、一回ポリツ引いて、もう一回ウラオス着地させればいいから、オッケー、一体死んだ。この海流の受けなしが成立してるかどうかだけど、やっと試合展開見えてきたね。この、だいぶ何戦かやって。うん。で、これ相手誰もしないと多分間に合わないんだけど、どうですか？ここの台場に合わせてポリッツ引きたいんだよね。これをずっと僕やられてきたから。台場押しさせするのを強要されて、その台場を受けられるみたいなことをずっとやられてきたから。で、海流多分、これで引くんだったら、ああ、違う、こっちがポリッツ引いて相手台間切って、で、ポリッツ投げてくると、海流削れて TOD で勝っているから、相手動かなきゃいけなくて、みたいな感じだと思うけど。
残飯がちょっと鬱陶しいけど、ステラ負けてたらちょっと違ったな。切ってるよね。そうなんだよね。僕これで一生大麻切らされてたから、この気持ちはめっちゃわかる。だからウーラオス系に海流が成立しないのもこれだからね、大麻ったく。な、これがあるから、ダイマックス僕嫌いなんだよね。あ、まあそもそも受けが成立しないから。だから殴る側だからちょっとバカらしい。一回引くっていう。まあダイマックス切ってくるか、普通は。わかんない、何言ってるかわかんなくなってきたけど、とりあえずダイマックスはバカ。で、これで海流多分丸助圏内までそう簡単に行かないから、再生で粘ってダイマからしてレイビー打ちたいね。で、相手ポリツー出てくるけど、まあ、もう一回ウーロースが着地できるチャンスが来るのと、もうダイマックス切られないから、かなり押し付けていける。でもね、これができるから、サイクルできる構築の方が僕好きなんだよな。サイクルできるっていうか、サイクル、ループするけどね。ダイマックスを無駄打ちさせれるのが本当に強い。そうすると攻め側をなんかさ、一貫した行動取れなくなるから、それがきついんだよね。なんか一貫してる時に切るダイマックスは多分切ってよくて強いんだけど、こういう風に切るダイマックスが、機能しないことが多い気がする。あとそれをなんか誘発しつつ、いや、殴り合える受け駒だから強い、バンギが強いのはそれだと思うんだよね。これ僕の感想ね。データはありません。なんかそういうデータあるんですか？それあなたの感想ですよねって言われたら、はい、そうですしか言えないんだけど、僕の感想です。もう一回再生。まあでも相手ここポリッツ引くから、釣ってもいい気するけどな。まあでも霊美か。海流削れたまま引くんだったら相手弱いから。なんかこの対面でなんとかしたそうだけど。海流にナックルとか入れたら強いんかな。あの、技スペ、あ、羽、ナックルジェット、ドラグーンみたいな。そうするとあれか、鋼タイプにも一応。ただ、海流が格闘技まともなの覚えるかっていう話だけど。ポリゴン2。あ、こいつそういえば満タンになってたわ、ヒットポイント。HD だよね、この方さ。放電でいいかな。で、ABPP 増やしてないせいで、放電打ちたくなっちゃった。じゃあ増やしてこいよって話だけどさ、ポイントマックスが、貴重なんだわ。受け駒にだって、基本的に1匹につき12個使うじゃん。全部技増やさないと。TOD 考えると。まあ、ドヒドイでの黒い霧とかは増やしてないけど。ここ放電か。ポリッツこっちマヒンのちょっと良くないな。いやーでも、ウーラオスマヒルよりは100倍いいか。レイビで削って、まあ自己再生を強要して引きたいね。再生。でもこれで打ち合ってる以上はこっち勝つからな。ポリッツマヒル分には、相手の回流もランドロスで取れるから、そんなに、かな。麻痺狙ってきて。相手放電あるんだったら放電連打すればいいのに、ね。あ、放電にランドロス投げられてみたいな。いや、でも見てからそれはレイビーでいいよな。これで条件5分になっちゃった。いや、でも TOD で勝てるから、海流の削れ分だけ。こっち、裏2枚削れてないから。まあ、ポリ、いや、だったらポリッツ大事に行くべきだったかな。そういう気もする。放電レンダー、まあ霊火で削って、だポリツマヒンないね、お互い。次あたり引きたいな。あ、ここ再生押すのか、早くて。で、いや、こっち、いや、でも下から動くとはいえ海流の削れ分には差があるから、こうなるとウーラオス着地させないためのさ、早めの自己再生がめっちゃ偉いよね。アイアンテール持ってる。アイアンテールに繰り出したいな。
もう一回レビューって引くか。で、あのカイル残波持ってるから多分、羽がなさそう。アヤンテール。まあ、ここウラオス行っていいと思う。ポリツヒットポイント半分あれば。ていうか、強打連打で、相手潰れるから。なんか、受け駒で相手を詰ませるのってさ、めちゃくちゃ計算っていうか、想定はしやすいけどさ、攻め駒は、あれだね、ウラオスぐらいじゃないと、計算立たないね。こう強打で。ここで麻痺ぐらいかな。ここで相手引ける。ワンチャンといえば。ね、今も言うて、打ってるのアイアンテールだから、食らってもまあって感じなんだよね。ダメージたかが知れてるし。これをどうするかだね。で、こっちもダイマックスでね、技切り替えれる選択肢残ってるから、引いてくるかなと思ったけど、まあ引きが成立しないからね。強っ。放電。オッケー、マヒンないなら、もらった。ポリツこれで取れるから、ランドロスが。まあ、なだれの一環ができるから、強いのでは？ボルトロスもメザ氷ないから、止まんないでしょ。まあ、そもそもあとポリツが相手重くなるね。間違いなく。これ、ボルトロスにランドロス着地しに行った方がいいか。でもウラスここまで削れてて、ランドロス、あ、じゃあランドロスにダイマ切るしかないよな。こっちもポリツー麻痺ってるし。ダイマ3ターン麻痺で終わったら、バカらしすぎて、鼻血出るからね。まあ相手こうさすがに多分、ボルトから入るしかないでしょ。ボルチェンでウーラオス死んで、それは相手勝負投げたね。ああ、それかボルトロス純速か、耐久ぶりとかあったらまあ、そうなるか。カイリでこう耐えて頑張るしかないか。がっつり削れる。竜の舞。ああ。電池ありますかね。これね、ポリッ、ここ殴ってくるでしょ。ポリツ切って、ポリツ切って、ウーラオスで不意打ちたくやれるのはまだある。いやー、多分普通に突っ込むべきだな。まだプライチだから、ポリツヒットポイント半分残ってるから、打ち合えるのと、羽じゃ浮かんないっていうか死なない。ザンバモスいける？もしかして海流って、ウーラオス。だとしたらめちゃくちゃ強いけどな。受かってはいない話。受かってはいない話。殺しに来た。多分だけどランドロス行くべきじゃないか。カイリュウまだ S1 段階しか上がってないから、これランドロスでなだれ打ってカイリュウ殺してかな。レンチが嫌だからこう大ジェット押したくないんだよな。耐えるかな。耐えるか、さすがに。てかレンチないだろ。大ジェット打つわ。そうすると次結局ロックロックで最後全部締めれるから。まあ、スカーフの意味があんまなくなっちゃった話はあるけど。ランドロスだ、スカーフ持たないと S がちょっと足んないんだよな。上からトンボしたい話あるけど。下からトンボするにはさすがに耐久ないし。羽。羽ならまあ、なだれ打って羽で避けられるとやばいから。ジェットロックって打って正解かな？これあったら多分詰めれるでしょ？
で、ロック打ってはまあボルトロスも絶対いけるから、ボルトロスがスカーフの話あってもワンパンはされないか。うん、いいね。 GG ってことでね、お疲れ様でした。また次回。